はい、お疲れ様です。広島参院選のやり直し選挙、河井案里、河井克行による大規模買収事件ですね。こちらの方がもう有罪が確定して、もう言い逃れのないようなね、もう深い罪でございます。これはですね、河井克行、河井案里にとどまらず、それにまあ歩調を合わせたね、買収を引き受けた市議、こちらの方、そして各地区の市長、これね、いちいち名前出しませんけども、100名ほどいらっしゃるそうです。こういうような、ね、不正を堂々とやってのけて、そしてその説明責任も果たさないで、バレたらバレたでね、私がやりましたって後から言ってくると、だったら最初から白状しろと。買収を持ちかけられた時に、なんでね、なんで週刊文春持ち込まないのか、地元には中国新聞もある、なぜ持ち込まないのか、買収に関わってバレなきゃいいやと思ってね、そのまま過ごしていたらバレたから、私もやりましたですからね、バレた後で白状しても遅いということでございます。そして白状するんだったら洗いざらいぶちまけないといけないのに、話す時期が来たら話しますみたいなね、そんなことで結局市議続けてらっしゃるわけでしょ。もうとんでもないね、非国民ですね。こういう人たちを許さないがためにも、やっぱりね、広島県から自民党を一旦ですね、追っ払わないといけないんじゃないかなと思うんですよ。いや、自民党がね、死死孫孫までずっと罪を負ったわけじゃないですよ。この問題をきれいに片付けてから、もう一回ね、広島で、しっかりと足場を整えて再出発していただければ全然いいわけですよ。私もそういう姿を期待してますし、少なくとも公明党さんがそういうふうに働きかける役割を担ってると自称してるわけですから、公明党さんはね。で、こう言うと誰もそんなこと言ってませんみたいに言うけども、でもね、公明党員の方とかそれに関わる方は自民党を監視する役割を担っているというふうに言うわけですよ、ね、これは公式な発表じゃないかもしれませんけども、もうね、私のこの耳に入った以上、それは個人的な発言とは捉えられないと私は思うんですよ。だったら個人的なことがね、全く言えないような政党なのか、それとも個人的に言ったことも組織を代表するのか、まあ、はっきりしてほしいなと思うんですよ。公明党でしょ、公に明らかにするわけでしょ、どうなってるんだということですよね。まあ、本当にいい時はすり寄って、悪い時にはこうね、なんと言いますか、国民の側に立つみたいなふりをするという、とんでもないところが公明党でございます。で、公明党さんはね、でもね、本当に単独でも素晴らしい人が多いんで、ぜひね、この自民党なんかに加担するんではなく、正々堂々と、もう一本気でやってもらいたいと思いますね。公明党さんだけでやってもらえば、多分自民党の罪をかぶることもないと思いますからね、うん、だからね、数がいるからっていう、もう妙な理由で自民党とくっつかないことだと思います。公明党さんは自力で議席を増やしてですね、公明党さん一本でやればいいんじゃないですかね。あの、創価学会さんの勢力もあるわけですから、そこから何十人もピックアップしてね、それこそ、新聞って儲けてるわけですから、そこで選挙費を捻出して正々堂々と議席を増やせばよろしいかと思います。うん、まあ、政策とかね、行動ってのは本当に、公明党さん単独で見るといいことが多いと思いますんでね、特に自民党に加担する必要はないと思います。そして自民党なんですけども、今回気の毒だなと思うのは西田秀則さんですね。西田秀則さん、あの、西田さん自身は本当にこれからの方なんですよ。それがですね、こんなね、買収事件の後処理、捨て石のように使われて、しかもあれでしょ、買収のためにはあれでしょ、1億5000万払うけど、正々堂々とやる人には二束三文というね、この自民党の扱い、これちょっとひどくないですか。逆ならわかるんですよ。正々堂々とやるから、買収なんてしないから1億5000万を西田さんにぶっ込む、これだったらいいじゃないですか、本当に当選すると思いますよ。でもね、買収するために1億5000万、これね、公式にはね、言ってないですけども、買収の資金に使われたことは、これ客観的に明白じゃないですか。これ、それを説明してないからわからないだけで、説明したら結局自民党がひっくり返るんでしょ、壊れるんでしょ。もうね、森友家系からですね、インチキばっかり、嘘ばっかり、しまいには官僚までね、もう忖度と、なんか長いものに巻かれる体質になってしまって、これはね、赤木さんがね、財務省の近畿財務局の赤木さんがお亡くなりになりましたけども、あれをあげつらって、お前もこうするぞっていうふうに脅してるんじゃないでしょうね、自民党の皆さんね、お前も赤木みたいにしてやるぞみたいに脅してんじゃないでしょうね、まさかね。怖いですね、そうだとしたら。まさに、うん、いろんな圧力が関わってですね、自民党にものすごく負荷をかけて、本来の自民党からどんどん遠ざかっていってしまうんじゃないかなと思います。私のね、支持した憧れた自民党はどこへ行ったんですかと、私は言いたいというか、言いたいというか言ってますけどね。まあ、いろいろ勝手なことを申しますけども、私もね、こうやって一市民だから言えるわけであってね、もしかしたら、うん、どっかの政党に入って政治運動したら、ガチガチでなんか物が言えなくなるかもしれませんね。いや、困ったですね。私ももうね、やすやすと買収されそうな人間ですからね。ただし10万20万の、いや、100万200万でも買収されないですからね。私はビジネスマンですから、
そのぐらいの金は自力で稼ぐ。だからね、私を買収しようと思うんだったら買収しようと思わないと思いますけども、まかり間違って私がね、自民党のどっかのね、どっか入ってで買収しようと思うんだったら、もうちょっとこれ積んでくださいよ。1000万だか2000万だかね、ちょそのぐらいもらわないととても合わないと思うんですよ。なのにね、やっぱり広島県の買収に加担した皆さんは数十万でチンコロしちゃうわけでしょ。ちょっとそこがねしょぼいなと思いますね。どの面下げてこれからも政治活動できるんでしょうね。永遠の10万20万ですよ。もう10万ずって呼んでみましょうか、こうなったらね。ということでね、この今回の参院選のやり直し選挙の私の感想を申し上げたいと思いますけども、西田さんも、それから対立候補と言われている一番手のね、宮口さん、春子さんもね、春ちゃんも、どっちもクリーンで、これからの人です。本当に、これから政治家として第一歩を、ね、歩もうとしている人だと思うんですよ。それこそ、そこまでの道のりも、どこに行っても頭を下げ、どこに行ってもお願いをし、どこに行っても紳士で、地道にされたと思うんですよ。でも、このお二人の違うところは何か。それはですね、人間的な資質とかもあるんですけども、最大の資質は自分が所属している政党がその行く手を阻んで邪魔をしているのか、それとも応援してくれるのかってことですよね。そういう姿を見て私たち県民もどっちを応援した方がいいのかって明らかじゃないですか、ね、自民党が買収しましたと、買収バレましたと、それをごまかそうとしてクリーンな政治とか言って西田さん出てきても、お前が言うなって話じゃないですかね。じゃあ自民党じゃないところから出ろって話じゃないですか。妙なもんだと思います。西田さんはそこがね、ちょっとね、いただけないかなと思いましたね。どうしてもね、私たち国民目線の県民目線にはならないと思います、西田さんは。結局は自民党の公認を得るために自民党にいわゆるね、すり寄ってるだけというふうに見るしかないですね、どう言っても。でもこれね、自民党全体が今回の買収劇をきっちりして綺麗にした後で、ぜひね、西田さんにももう一回いわゆる何もない状態で正々堂々と戦ってほしいと思います。今はね、公認を受けた自民党が西田さんの足を引っ張ったような状態で、もう最大の被害者ですよね。もしかしたら岸田元政調会長の勢力を潰す意味で同時にこれね、やったのかもしれませんね。だからちょっとね、党内もざわついてるんじゃないかなと自民党さんに思いますね。本当にね、派閥っていうのは厄介ですね。党の中ですら統制が取れないのに、どうやってこの国を導いていくんでしょうかというところでございます。そしてですね、不思議なのがというか、まあ当然の成り行きなんですけども、各野党がですね、いろんな言い分があるのに、こうやって今回みたいに共闘してですね、そして議席を勝ち取るって姿を私たちは見ましたね。結集広島という、まあ、名前もいいですね、結構ね、よし広島魂じゃんみたいな感じになってきました。でそこに、春子さん、春ちゃん、ね、宮口さんが出てきたことによって、あ、自分たちの声はこうやって届くんだと、普通の人が出ていいんだっていう風になりました。随分ね、その宮口さんは私たちと同じ県民国民寄りなんですよ。本当に一般市民ですね。明けおの市中学高校というと隣の学校みたいな感じですよ、本当で。苦労されて、ご結婚されてね、でシングルマザーとなってアナウンサーをフリーでやられてる、本当にね、その自分のお仕事とか生活環境とか地域っていうものに根ざして、私たちの感覚で世の中を見てくださってると思うんですよ。ですんでね、これ大いに期待したいですし、でその宮口さんをね、まあ、対立候補にぶつけたっていう思惑あるにしても、あるにしてもですよ、これによって野党がまとまったっていう姿を私は見てね、本当良かったなと思います。それぞれ主義主張は違うけども、自民党を倒すんだと、まずは自民党のおかしな政治から、まあ本当にね、国民目線の政治に揺り戻そうとしている姿が私はね、感じられましたね。確かに自民党はね、すごい層も厚い政治のプロだと思います。これは誰もが認めることだと思います。ただそれにね、あぐらをかいて、なんかその不都合な事実に目をつぶって、自分たちの都合のいいように、だから要するにやることなすこと、いいこと悪いことではなくて、いかに自分たちに都合がいいかっていうことにもう完全に入ってしまったんですよね。これは長期政権のおごりなんだと思います。それが今回の選挙にも出たんではないかなと思いますよね。本来でしたらこういう選挙に負けるわけがないんですよ。それは平等に見て、私もね、思います。公平に見て、自民党が負ける試合ではなかったと思います、今回は。でもなんでね、最初から一方的にもう押されていたのか、それはもう完全に自民党のずるさはもうね、覆い隠せないってとこですよ。で今回ね、ちょっとね、ある面白いニュースがやってきました。それはですね、自民公明連立で公明党さんは
9割ぐらいは西田さんに入れたらしいんですよね、うん、でも自民党がもう本丸の自民党が自分たちの党に入れなかったというね、なんか場合によると4割5割くらいしか入れてなかったでしょ。だから公明党さんが一人踊りをしたって感じですよね。まあそういうのもあったんで、そろそろ自民公明の仲良し政権も他元を分かつ時が来たんではないかなと思いますし、この機会を逃すと公明党は永遠に自民党の傀儡となると思います。もちろんね、傀儡となって国を正しい方向に導いてくれるんだったら何でもいいんですよ、うん、で不自由してるわけですよ国民は。なんですかね、今回の感染症にしても国民の生活なんて全く支援されてないでしょ。で政策もめちゃくちゃだ、なんか時短要請とか言ってね、時短のどこにね意味があるんだ。これはね、なんかよくこんなことをねやらしてるなと思いますよ。誰も付き合わないと思いますよこれは。この発想がもう場当たり的で何も考えてないと。で分科会の尾身会長もすっかり政治家さんになっちゃって、まあ、完全にですね、いい悪いとかではなくって、どうやったら自分の役職が守れるかになってますよ。でちょっとね、別の件ですけども、北海道旭川で14歳の中学生の女の子がねお亡くなりになりました。このいじめ体質、学校、こういったものも結局は隠蔽体質ね、それからいじめ体質のまさに森友家計問題から派生してこういうところに来てんじゃないですか。要するに政治のプロたる大人たちがやってることがそのまんま子供社会にも移ってきたわけですよ。でそれを全部こじつけるわけではないですけども、子供たちは私たちの姿を見てますよ。もがき苦しむ国民の姿を見て、でも片っぽではノーノーとして人をね足ざまに足蹴にしているそういった一部の権力者富裕層を見てますよ。どうせなるんだったら自分たちは人を虐げる方に行こう、もし近くの人間を誰かをねいじめて踏みにじればそれで取り入ることができるんだったらと思ったら、多分喜んで子供たちは生贄を差し出すでしょう。自分がいじめられるよりも正義を貫いていじめられるよりもね、正義ではなくても生きるための方便として誰かを生贄に刺さす、そういうことはこれからも起こるんじゃないかなと思うんですね。いや北海道の事件もね、本当にね嘆かわしいというかね、それこそね加害者にそこまで権利を渡すべきなんですかね。確かに若い人には未来があります、将来があります、でもそれを主張するがあまり一方的に未来を奪われた人のこの人権はどうなるんですかってことなんですよ。だからね、あまりにもね、この加害者を守りすぎていると思いますね。で、あと加害者の家族にも大きな責任があるんじゃないですか。そしてそれを隠し通した学校、校長、担任、教育委員会、もうめちゃくちゃですよ。もうね、ゆたぽんさんじゃないけどね、中学行く意味あるのかと。中学に行ったら、とりあえずいじめのリスクが高まって、殺されるリスクが高まるわけですよ。そうじゃなくても性犯罪に遭うリスクはかなり高いですよ。性犯罪が起きるところってあれ学校でしょ、ほとんど。どうなんですかね、学校でなんでそこまで児童性犯罪が起きるんですかね。だからそういうところに親がどうぞって言って子供たちを差し出してるんですかね。何をしに学校に行ってるんだ教員は。本当に情けない、うん、学校なんてね、だからね、うん、もうリモートでいいですよ、安全なリモートで、ね、登校なんていうね、その戦後の風習はもういらない、登校なんてのどうせろくなものにならないこれは。ね、大人になってね、学校よかったわーと、ああいう先生に出会ってよかったって思う人もいるでしょうけども、あの学校とんでもなかったよとかね、おかげで自分は落ちこぼれだよっていうふうに嘆いている人もいるんじゃないですかね。まあどうなんですかね、あの先生一人一人に多分罪はないと思うんですけども、けどね、学校にさえ行かなければ失われなかった、失われることのなかった命っていう問題、これはやっぱり教員、学校としてはね、なんか回答を出していただきたいなと思いますよ。確かに教員といえども一労働者ですよ。教育委員会って立派なところにね勤めていても自分の人生が大事ですよ。それこそ白い巨塔みたいなもんですよ。でもそういうところにね、うん、子供を預けざるを得ない親たち、家庭のこういった事情を組まないんですかね、うん、結局不祥事が起きてもみんなで口を拭って知らんぷり、適当に転勤させて天下りさせてしばらくしたらみんなが忘れる。確かにその通り、みんな忘れますよ。
いつからそんな国になったんですかね。金八先生はいないんですかね。極戦はいないんですかね。ろくでなしブルースはいないんでしょうか。ということで今日もいろいろ話しましたけども、まあ参院選、私の望むような結果になった部分が大きいです。ただ西田秀則さんはね、ちょっと不運だったなと思いまして、半眼びいきじゃないですけどもね、なんか気の毒な気はします。本当に西田秀則さんに私はそれでも選挙に挑んでくれたその男気は感じます。それだけちょっと申し上げてね、今回は終わりにしたいと思います。それではね、宮口春子さんにこれからの広島、そしてこの国をちょっとねお任せするというところと、あとやっぱり国民目線を忘れない人だと思いますんで、今後もより一層ね大変だと思いますけども、よろしくお願いします。それでは以上でございます。じゃあ選挙のことはこれで全部終わりにさせてください。失礼します。